10年後の私にタイムカプセル。今日は、とても夕日が綺麗なんですけども、こんな中今日は広島カープとの試合を見ています。それでは行ってみよう。今日は広島カープの試合を実況をさせていただきます。本日は東京ヤクルト対広島、ピッチャー栗、ただいま3回でございます。栗はね、3回によく点数取られますということで、今3回の表ノーアウト、先頭打者を先頭打者をヒットで出してしまいました。さあ栗投手、2人目のバッター、2人目はヤクルトはね、ピッチャーの石川です。石川バントの構えです。さあ石川バントの構えです。栗第2球を振りかぶって投げた、バントした、ファール、2ストライク。はい、2ストライクです。栗くんもバントはあんまり上手じゃないですけども、石川選手もあんまりバント上手じゃないみたいです。はい、栗選手落ち着いて落ち着いて、相手はピッチャーだよ。そして顔を上げて、栗投手サイン決まりました。第3球目振りかぶって投げた、わあ大きく外れてボール。栗投手こうして手をブランブランさせて、ほい握った。さあ石川君第4球目投げた、バントしました。ピッチャー前、キャッチャーが投げて一塁送球、一塁はアウト、ランナーは二塁と。まあこのぐらいのバントは決めないとね、石川投手もね。ヤクルトスワローズバッター打順1番に戻りまして、塩見打率2割7分6厘、ね、ヤクルトワンアウト2塁、ピッチャークリ1球目負けた、ボテボテのサードゴロ、サード堂林1塁投げて、おお危ない危ない、1塁はアウト、2アウトでランナーが進んで3塁ね。はい、はい、2アウトランナー3塁になりました。堂林のサード怖い、スローイングがやばいっすよ。松山おっとって感じだもん、あっぶんない。打順は2番の坂口、2番坂口、打率2割6分3厘、ホームラン7本打ってます。さあ堂林坂口に対して、堂林ね、栗だし、ああ栗、第1球目投げた、外れてボール。さあ2アウトですからね、気合入れていきましょうね。バシッと、はい、うん、相澤とのサインの交換、大きくうなずいて坂口に対して第2球目振りかぶって投げた、ストライク。はい、ワンエンドワン、ワンボールワンストライク。今日栗はなかなか落ち着いてるね、いい感じだよ、これはいけるじゃない。さあ坂口に対して第3球目サインの交換、 OK、 大きくうなずいた、振りかぶってブン、あーちょっと低かったね、ボール2ボール1ストライク。はい、ボール入ってきた、栗苦笑いだな、よし気合入れて、はい、相澤とサインの交換、目をパチパチさせて、うなずかんかったけどとりあえず OK やね、あれね。はい、では第4球目投げた、あーファール。はい、これでカウントは2ボール2ストライク。相澤とのサインの交換です。栗12番、背番号が光ってます。坂口に向かって第5球目振りかぶって投げた、打ち上げた坂口、相澤頑張れ、あー客席に入ってファール、2ボール2ストライクに変わりなし。はい、球戻ってきて、スワットだぞ、ランナーでも3塁におるぞ、頑張れ栗、頑張れよ。はい、サインの交換です。栗くん大丈夫ですか。第6球目になりますよ、振りかぶって投げた、お入ってない、入ってない、マジですか、うっそやろー、ボールだってよ、 3-2 になってしまいました。いやー入ってないか、審判きついなー、厳しい。スリーボールツーストライク、ランナー三塁、バッター坂口、うわーやばい。はい、サイン坂口に対して第7球目でございます。サイン決まりました。栗投手振りかぶって投げた、
打ち上げたファール、スリーツー変わらず。ピッチャーなんですが、栗くんは3回に点を取られることが非常に多いと。今ツーアウトまで来てます。スリーツー、ランナー三塁ですけど、スリーツーフルカウントになってます。さあ栗行こうで。第8球目になります。サイン大きくうなずいた。さあ栗頑張れ。振りかぶって投げた。振った振った。あ、振ってない。マジかよ。ハーフスイング振ってないという判断。最悪だ。フォアボールだ。出た出た。フォアボールで崩れていくんだよ。3回の表、2アウトで1、3塁。そして山田哲人、迎えるバッターは山田哲人。2割6分1厘。山田哲人、来ました。さあ、栗投手、山田哲人に向かって、第1球目、投げた。大きくファールね。ファールでした。栗の顔が。だんだん緊張な顔になってきたぞ。やばいぞやばいぞ。はい、涼しか。めっちゃ涼しい。さあ山田哲人に向かって第2球目、サインの交換。うなずいた。振りかぶって投げた。あ、センターへ。おお、田中取りました。セカンドへ。オースアウト。おお、無事。おお、田中康介、さすが素晴らしい守備ですね。無事に0点で抑えました。クリーンナイ。広島カープ5回の裏の攻撃です。長野さんから。うわっ、クエー、かかかい一球目見逃しのボール。大丈夫大丈夫、うん。よいしょ。大きく振ってワンエンドワン、ワンボールワンセット。うまいね、これ。このぶどう酒、ぶどう、美味しいぶどうです。凍らしてあります。美味しい、うん、あ、半球目4半ブン。あ、凍らしたら美味しいぜって。なるほどね、うまいわ、うん。シューマイ送ったらね、倍返しに返ってた。なるほどね。5回裏長野さん、ワンボールツーストライク。さ、よし、よく目振った。勝ちんピッじゃあゴロ、一塁でアウト。はい、ワンアウト。さあ鈴木誠也のバッターボックスです。鈴木誠也のホームラン見てみたいです。あの社員っていうのは、さあ広島カープ5回裏4対0のリードです。第1球目見逃して、ちょっと待って、じゃ打ってみようか。食い物で遊んじゃうか。ああ。せっかくもらったものは何てことしてんだ。ダメだよ。うまいよ。おいしい。種ねえや。種はあるでしょ。まあまあ、ないでしょうね。これじゃない、ここ食べないの、これ。ほら、あ、ちょうど、何、いろんな遅いボールうまいわ、これ。ほんと？で、凍らしたからじゃない？うん、冷たい。ほんと、凍らしたから。ああ、冷たい。鈴木誠也、ツーストライク追い込まれています。いや、もうちょっと待って。鈴木誠也のバッ、あれ終わってから。ちょっとやめろ。やめろ！やめろ！鈴木誠也、3球目。ボールですね、ボールですね。ワンボールツーストライク。あれ見た、アイスの部分見た。ワンボールツーストライクです。うまい。はい、ワンバンドボールツーボールツーストライク。近く守備。そう、近く守備ですね。近くカビ。近く。近く、カビン。こうやって、鈴木誠也こうやって構えて、ポケットに3回振って、さあ構えて、おい、ボール、スリーツー。うまい。スリーボール、ツーストライク。カビンの人はこれ、無理だな。うまい。鈴木誠也のホームラン実況ならんかな。わからん。スリーツーです。
鈴木誠也フルカウント。おわして振った。アワサードライナー。ミスでしょ。誰やねん。村上。村上。やっぱ若いから。ヤクルトのサードはいい守備ですよね。残念でした。サードライナーでした。村上くんバッチリ取りました。さあ左のバッターボックスに立って松山くん。ツーストライクで追い込まれています。ふわ。三球目。あ、なんという打ち方でしょうか。面白い。残念でした。7回の攻撃でしたが、残念ながら松山セカンドゴロでアウトチェンジです。4対0のリードでただいま試合は進んでおりますと、まあ今年はねあれなんですよ、あの球場にね1回も行けてないです残念ながら、ということでお家でこのように、ユニフォームを着て、ここのお家の中だったらね声出して応援できるから、こういうことをやってるわけですわ。2020年のシーズンはこういうことです。10年後のシーズンはどうなってますでしょうか。楽しい野球の応援をしてください。それでは本日の動画はここまで。バイバイ。はい、長野さん1球目はボールでございます。あ、ビビった。落ちた。カメラ落ちた。